実されるようなことをお伺いしました、えー、これは素晴らしいことだと思います私も、えー、野球ソフトボールの復活を願っている一人でございますでも、えー、野球だけではございませんあのこのオリンピックはやはり、えー、東京に一極集中じゃなくていろいろなところで種目をやったりしながら、えー、私はこのオリンピックをオールジャパンで盛り上げていくことが必要じゃないかなと思います その考えを総理のお考え、今、お持ちであるお考えを聞かせていただきたい,と思います安倍内閣総理大臣。ブエノスアイレスにおける IOC 総会で私たちはです、ね、スポーツの力、パワーオブスポーツを訴えました、被災地にたくさんのアスリートが足を運んでいただき、そういうアスリートの皆さんがいかに被災地の子どもたちに夢や勇気や力を与えたか。そのことを ブイネスサイラスで私たちは訴え、東京オリンピックを引き寄せることに。成功したので、あります。えー、先ほど、文科大臣は。堀尾さんが現役時代、活躍している時、勇気を与えられたという話をしましたが。え、堀尾さんが活躍していた、頃私はあのアンチ教人で、ありまして。<laughs> え。堀尾さんにですね、私が応援しているチームが痛い目にあってですね。本当に憎たらしいピーチャーだなと思いながらも。 この人はすごいなと、この人はすごいなと思ったのも事実であります。子どもたちをワクワク、ドキドキさせる力があるのが、私はスポーツなんだろうと、こう思っています。2020年の東京オリンピック・パラリンピックは復興五輪として、東日本大震災の被災地の復興の後押しとなり、見事に復興な人々姿を世界に向けて発信する大会としたいと思います。本年2月に IOC に提出した基本計画では、被災地において、 聖火リレーを行うことを明記いたしました。また